はい、どうも、はしろチャンネルです。どうも、モータです。はい、今回もですね、宅地スポーツさんに来てるんですけど、今回ちょっと来ましたら、この前、自分が他のお店で発見した、和牛 JB のプロティオス片付けという、ちょっと資料があって、この現物も、ちょっとお店に入荷してました。はい、これ自分、Twitter とかインスタで、これがあるってのは知ってたんですよ。はい。ただ、使ったらどうなるかとか、どういう効果があるかっていうのは、まだ動画でも撮ってないので、はい、ちょっと今日はそれを撮りたいなというふうに思ったんですが、はい、タイミングが良くて、そうですね。かなり実際に、はい、メーカーの方が、そうですね、来ていただいてます。本日そちらを説明と実演っていうのをやっていただけるということで、そうですね、プロティオス片付け、はい、どんなものかっていうのをメーカーの方に説明してもらおうかなというふうに思います。はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで実際にメーカーの方に聞いていただきました。ボルタグドットコムの平岡と申します。よろしくお願いします。はい、プロティオス片付け、はい、グラブに塗ったりとか、その塗ったグラブがあるということなので、このプロティオス片付けの効果っていうのをこの動画で撮れたらいいかなというふうに思います。はい、本日お願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで早速説明をお願いしたいんですけど、はい、まずそもそもこのプロティオスっていうのはどういうものなんですか？そうですね、ちょっとまあ謎に包まれてる、そうですね、部分が多いと思うんですけども、はい、このプロティオスっていうのはこのグラブの皮ができた時に、はい、元来その保有されてるその水と油の潤いの成分のバランスと同じ、はい、配分量で配合されたオイルになります。あ、なるほどなるほど、はい、普通のグラブのオイルとはじゃあちょっと違うんですか？そうですね、油分量にすごくこだわってて、本来グラブの皮が保有されてるグラブのオイルのバランスに整えています。なるほどなるほど、はい、まあ、グラブっていうのは繊維質がこう絡まって、はいはい、基本的には中のそのオイルだとかが気化していく、使っていくことで、はいはいはい、その潤いが抜けていってしまうっていうところなんですけど、まあ、それが原因でやっぱへたっていってしまったりとか、はいはいはい、グラブの皮の張りがなくなってしまう、腰がなくなってしまう、そういった悩みがあると思うんですけども、はい、一旦ですね、このグラブの皮の中の状態をプロティオスで整えていただく、はい、というような商品でございます。じゃあ実際にこれを塗るとどういう効果が得られるんですか？これ、このグラブのメンテナンスというと、やっぱグラブの表面ばかりにちょっと気になってしまうんですけども、はい、まあ、グラブの皮っていうと通常、まあ、パーツごとにもよるんですけど 1.3 ミリから 2.5 ミリぐらいまでの厚さがあって、はい、その皮の内部、グラブの内部までに浸透できるものって今まであんまりなかった。あ、はいはいはい、表面ばっかりにとらわれてしまっていたんですけども、グラブっていうのはそのプレーする上で非常に大事な道具になってくるので、プレーのその機能性だとかそういったところが向上していくかなと。なるほど、はい、実際にこの2つがあれですか、塗られたやつですか？そうですね、こちらがうちのそのプロティオスを使った片付け、プロティオス片付けで片付けされたものになります。はいはいはい、なるほど。これ一番の違いっていうのは、はい、やっぱりこのしっとり感ですね。ですよね、はいはい、やっぱりその、まあ、各、お店さん、メーカーさんでやられてるようなその湯もみだとかスチームの片付けって、どうしてももともとグラブに入ってる油とか未水分がちょっと抜けてしまう。あ、はいはいはい、だから結構その、まあ、よく聞くと思うんですけど、パサパサになってしまう。あ、ありますね、はいはい、あるんですけど、それを未然に防ぐ、グラブの皮の中に片付けをした直後にこう、まあ、塗るんですけども、はい、片付けをした後でも片付けをしてないようなこのオイリーな感じ、しっとり感というのが、まあ、キープされるわけですね。なるほど、それがプロティオス片付け、はい、でこの左はどんなグラブですか？こちらがあのプロティオス片付けで片付けしたものを1ヶ月間、まあ、練習で毎日使っていただいたグラブになります。なるほど、はいはい、でプロティオスっていうのはすごく浸透性のいい液体になるんですけども、それと同様にあの成分を中でしっかりとどめる役割っていうのを持ってまして、持続性にすごく優れてるんですね。なるほどなるほど、はい、はい、でこのグラブは1ヶ月間オイルなどは一切塗ってないです。基本的にはブラッシングのみで、やっていただいたんですけども、1ヶ月毎日使ってもこのツヤで、このしっとり感、はいはい、でこのコシですね。なるほどなるほど、はい、ここが維持されてるっていうのがこのプロティオス片付けのいいところだと思います。なるほど、確かにこう触った感じもなんてちょっとしっとりしてて、そうですね、パサついてない感じがあるかなと思います。はい、というわけでこの実際にプロティオス片付けをしたグラブがこっちはあるんですけど、ここを見てもらうとこの一番下に汚れ落としのことも書いてあるんですけど、はい、ちょっと今回特別にですね、自分の今ちょっとこれ使った状態で今回持ってきてるんですよ。これを実際にこのオイルを塗ってどうなるかっていうのを今から実演していただけるということで、はい、はい、ちょっと注意点が何個かあるらしいんですけど、今紐をほどいてもらいました。そうですね、紐をほどいて今からこのブラシを使ってあの表面の小さい土の汚れだとかっていうのを落としていくんですけども、はい、プロティオス結構この紐にも効果ありまして、はい、紐をほどいた状態で一回ちょっと塗り込むっていうような作業もございますので、一旦メンテナンスする前にこうほどいした状態でブラシからやっていきたいと思います。はい、では早速実演の方お願いします。はい、はい、まずはブラッシング、まずはブラッシングでこう、はい、まあ皮の表面をね傷つけないようにこう
軽く優しくですね、はい、で毛先の柔らかいものがいいと思いますので、はい、こういうものを使ってください。はい、でこういった汚れを落とさずに、はい、このグラブオイルだとかっていうのを塗ってしまうと、まあ、いわゆるその毛穴繊維質をこう塞いでしまうので、まあ、土とか汗とか雨とか湿気と一緒に中に入ってしまったものをオイルで塞いじゃうみたいなことになっちゃうので、閉じ込めちゃうってことですね。そうですね、結局それがその重くなってしまう原因だったりとかってするので、ブラシで表面の汚れを落とし上げるっていうのはすごく大事な作業になりますね。なるほど、はい、ブラッシングですね。はい、これちょっと堂々さんから話を聞いてるんですけど、はい、この液体を結構な量を消費するって聞いたんですよ。そうなんですよ。それって、はい、やっぱオイルって、はい、たくさん塗ると重くなるっていうイメージが自分の方があるんですけど、はいはいはい、そこに関してどうなんですか。そこに関して言うと、プロティオスっていうのは必要な成分だけ中に閉じ込めて、はい、あとはその中に染み込んだ汗とか雨とかっていう汚れを表面に浮かび上がらせる、はい、揮発性のすごい優れた商品になってるので、最後はそれをあのタオルなどで拭き取っていただく。お、はい、じゃあ本当に必要な分だけ入って余分なの出てくる。逃がす。あ、そうなんですね、はい、じゃあ重くなりにくいと。重くならないです。あ、そうなんですね。でベタつかない。なるほどなるほど、はい、楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそれでお願いします。はい、というわけで今準備を整いましたので、はい、早速プロティオスメンテナンス、メンテナンスですね、はい、お願いしようかなと思います、はい、重要なのがこの塗る量なので結構たっぷりかけれるんで、そこよく見ていただけると。なるほど、はい、お願いします、はい。あ、こういう感じなんですね。そうですね、うん、ちょっと離した状態でもうたっぷりまんべんなくかけていただくと、うん、でやっぱ最初はこうやってちびってしまうんですけど、はい、もう思ってる倍、思ってる3倍ぐらいですね。結構がっつりですね。がっつりいっちゃってください。もう何本塗ってもいいですから、はい、あ、なるほど、はい、ね、これぐらい塗っていただいて、はい、こうなじましていくと。あ、手で、はい、はいはいはい、手でなじましていって、こう細かいところですね、紐とかですね、紐とかも、うん、なるほど、こういった感じで、はい、やっていただくと、結構紐ってこうカピカピになっていきがちだと思うんですけども、はい、こうやって、栄養を与えてあげることで復活するので、はい、こういったところをしっかりやってあげるのおすすめですね。うるおいが足りてなかったのか、はい、あ、はいはい、もうちょっといった方がいいかもしれないです、はい、結構、はい、がっつりですねこれ。そうですね、はい、これだけ塗って重くならなかったら最高ですよね。これ最高ですよ本当に。でこんだけ塗った後に、タオルなどで拭き上げていただきたいんですけども、はい、このプロティオスっていうのが、まあ、塗って、成分が中にしっかりとどまると、はい、それと同時に余分な汗とか、まあ、雨だとかっていった湿気類をねこう飛ばしてくれるので、はい、最後はそれを優しく拭き取ってあげる、汚れと一緒に拭き取ってあげるっていうのが大事です、はい、これって塗ってどのくらい時間はもうすぐでいいんですか。割とそうですね、結構塗って、軽くなじませた後ですね、はい、こう拭き取っていくんですけども、本当に1分ぐらいですね。はい、この汚れがついてるんですね。なるほど、はい、これが表面についてる土だとか、まあ、ちょっと余分な油だとかですね、そういうのが一緒に取れちゃうので、あとは汗だとか雨とかの湿気がこう浮かび上がってくるので。なるほど、はい、でも栄養は中に入って、中に入っていってる。すごいですね、はい、なるほど。しかも結構あれですよね、そんなゴシゴシこすってるわけじゃないですよ。あ、そうなんですよ、軽く撫でるだけでこんなに汚れが取れるので、紐とかもこうやって、あ、特に紐なんかは汚れ、そうですね、そうなんですね、土が止まっちゃいます、はい、あとはこういう紐が結んでた結び目のところとかですね、はいはいはい、この辺りとかもほら、あ、確かにすぐ取れる、素晴らしい、はい、はい、っていうような形で塗るのと拭くのとっていうのを、繰り返しやっていただきたいなと思います。なるほど、これは背面と補給面両方いいんですか。両方いきます。両方、なるほど、はい、あと1個なんですけど、あと1個、はい、できたら手を入れるこの辺り、はい、この辺りと、あとはこういうヘリ皮だとかそういった部分も、やっていってほしいんですね。なるほど、これもういくらやってもいいんで。あ、それはでもあれですよね、はい、小学生とか中学生とかってどのぐらいとか、はい、いっぱい塗っちゃう子いるじゃないですか、はい、けどまあプロティオスに関してはもうその辺は気にせず。あ、それはいいですね、たっぷりいっちゃってください。あ、それは分かりやすいと思います、はい、でこの辺で一番やっぱ手の、まあ、素手で
使うとそうなんですけど、まあ、汗が溜まりやすいので、はい、ひび割れとかにもすごくつながってくるじゃないですか、はい、この指を出してるとことか、はいはいはい、こことかを重点的にこう塗っていただくと。なるほど。じゃあ特にこれからの夏はそうですね、カピカピになっちゃう時にこういうの効果が出ると、はい、ですね、うん、本当にじゃあ夏は活躍期待ってことですね。はい、本当に。やり方一緒ですか？手でなじませてから、はい、うん、なじませてからなでるように取っていただくと。結構、はい、今ちょっとやっただけでもすごい取れるんですけど、はい、そうそう、手の中本当に汚れますからね。まあ、あとグラブの構造上、その2つの袋をこう重ねてグラブって作ってるじゃないですか、はいはいはい、表側と中側で、結構中側ってそのグラブの操作性とかにすごく変わってくる重要なパーツなので、そこをうまくトリートメントしてあげないと、グラブっていうのはどんどん下手っていくんですね。あ、はいはい、ここをプロデュースをこう染み込ませていくっていうのがすごく大事です。なるほど、はい、これ今塗ってちょっと今色濃くなってるじゃないですか、はい、これ最終的に乾いたら色はどうなるんですか？色を戻すような作用も若干あります。あ、じゃあ少し、はい、こっちみたいな感じで、はい、そうですね、結構色ムラもなく、はい、綺麗な仕上がりになるような形ですね。なるほど、はい、分かりました。はい、っていうのでこれがメンテナンスの方ですね。そうですね、っていうのを実演していただきました。はい、はい、これ動画の最後に全部やった後に見せますので、はい、っていうのはとりあえず説明やり方を紹介していただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今これ全体的にやってもらって、ちょっとペナペナだったんですけど戻ってる感じあるんですよね、もうすでに。でここから乾燥をして完成ってことなんで、どうします、お父さん、どういう感じで乾燥させればいいですか？これ時間があるのであれば、今外天気いいので、はい、影に置いておくか、もう本当時間がないとかいうことであれば、あの食器の中ちょっと何分か入れて、はい、っていうので若干時短になるかなっていうのが。なるほど、じゃあ入れちゃいますか？ちょっと入れときますか、はい、まあ、分数を見て。だいぶ色あれっすね、戻りましたね。そうですね、だからこれ乾いた後が大事ですよね。その、はい、色ってやっぱり水分含むと一回変わるんで、はい、まあ、そんな熱くないんですけど、はい、まあ、若干20分ぐらいちょっと当ててみますかね、はい、じゃあこれで、はい、ちょっとずつやってながら、はい、様子見ていこうと思います。はいはい、というわけで今15分20分ほど、そうですね、はい、入れて出してきました。もうやばいですね。もうやばいですね。なんかもう別にあれ塗ってないんですけど、で、はい、ちょっと乾いて、でこのムートンでこうやってるんですけど、これで、いやこれ本当に、いや言ったらあれですけど、3、4ヶ月前の状態に戻りましたよ、マジで、うん、だいぶこんな色じゃなかったですよね。そうですね、始める前、うん、だからもうしっかり入ってるんで、あとはもう磨いてやるだけで、はい、元通りみたいな新品の状態に割と近い感じで、あの大げさに入れてた感じはしたんですけど、でもやっぱりその分失われてたっていうのはあるので、あ、重たくなったっていうのは感じないですね。あ、マジですか？なんか、はい、うん、ちょっといいですか、見ても。あ、いいっすよ、はい、腰が、はい、あ、だいぶ紐とかもすごいに柔軟な感じで、はいはいはい、うん、復活してますね。戻りましたね、うん、何ですか、硬さというよりかはこの皮の、うん、そうやね、はい、張りが、うんうんうん、戻りましたね、マジで素晴らしい。すごいな、色戻りましたね。そうですよね、この辺とか結構色落ちしてたんですけど、うん、これ今もうちょっとあれですよね、うん、吸ってますよね今。そうやね、これを最後もうちょっとやって完成みたいな。まだちょっとこの辺に湿ってるので、はいはいはい、もうちょっと乾かしたら終了かなって。わかりました、じゃあお願いします。はい、はいはい、というわけでこれ今すべて乾いて、まあ、この感じですね。本当に復活したと言ってもこれは過言ではない。で、ちょっと硬さもちょっと戻ってるんですよ、はい、いい感じに。なんていうんですかね、本当に3、4ヶ月前のグラブの状態に戻って、もうツヤ漏れてるっていうので、これが今回説明してもらったプロティオース型付けの今回メンテナンスの方を実演してもらいました。で、このオイルがですね、全国でももう販売が開始されてるということで、この認定店っていうのは全国にもある感じですか？全国に数店舗ありますので、はいはい、この認定店があるお店ではプロティオス型付けができるということです。なるほど、はい、メンテナンスというか実際にこのオイルが、こちらのオイルに関してはあの和牛 JB グラブの、取扱店様には、こちら置いております。なるほど、ぜひこれをですね見てみて、ちょっとやってみたいという方は動画を見ながらやってほしいかなというふうに思います。はい、で、タグチスポーツにも結構在庫がめちゃくちゃ入ってましたね、はい、めちゃめちゃあります、はい、ぜひ、はい、気になる方はチェックしてみてください。また何か面白い片付けグラブ等ありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。ありがとうございました。そして今月のプレゼントはこちら、 GS スパイクのオーダー権利になります。今映ってるのは自分のものなんですが、カラーとサイズ、ベルトタイプを選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&今月の動画にコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。
そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。 GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。イグリッシュ。